シェルはトランクスに武道大会の開催を告げた後、とある荒野に自ら武舞台を作り上げた。その後テレビ局に乗り込んだセルは全世界に向けて流した放送で地球全体を恐怖で包み込んだ。セルゲーム。セルただ一人を相手に何人でも参加可能な武道大会を9日後に開催すること、そして参加選手全員がセルに負けた場合世界中の全ての人間を殺すとセルは宣言したのである。その宣言が冗談などではないことを証明するようにセルは町の一角をやすやすと破壊し去っていった。このセルの行いはたちまち世界中をすさまじい恐怖で覆い尽くした。平和な世の中で弱体化した軍や警察ではどうしようもない敵であることは誰の目にも明らかであった。人々は忘れていた。その昔ピッコロ大魔王と戦った小さな少年がいたことを。そして人々は知らなかったベジータたちサイヤ人やフリーザと戦った戦士がいたことを。孫悟空の存在を。クソ、何がセルゲームだ。まさか本当にテレビであんなことを世界中に放送するなんて思いませんでした。セルに全員負けたら世界中の全ての人間を殺すなんて。おかげで世界中が恐怖で大パニックだ。悟空さんたちはあとどれくらいで出てくるんでしょうか。丸一日までにはまだ3時間近くある。ふん、丸一日ちょうどで出てくるとは限らんぞ。焦ることはない。まだ勝負の日まで9日もあるんだ。孫たちの木だ。あいつらもう部屋から出てきたのか。なんだと。なんでこんな早く。あれ、やっぱベジータもトランクスもいっつおセルの気も感じっから生きてる。どうなってんだいって。あ、あれはご飯か。見違えだ。なんだあいつら、あれはスーパーサイヤ人か。いや、雰囲気が少し違う。ごく自然にあの状態で嫌がる。何があったんか教えてくれ。はい、実はセルゲーム武道大会か。面白いこと考えやがったな。ミスターポポ、オラの道着捨ててねえか。え、ああ、捨ててない。ピッコロさん、僕も新しい服が欲しいです。ピッコロさんの服を。わかった、かっこいいやつをプレゼントしてやる。あ、ありがとうピッコロさん。で、どうなんだ、セルを倒す自信はあるのか。わかんねえさ。完全体ってやつになったあいつには会ってねえからよ。これからちょっと見てくっから。孫悟空か。ああ、そうだ。どうだ、ここが世界の運命を決めるセルゲームのリングだ。運命を決めるにしちゃせこいリングだ。そいつが完全体か。そういうことだ。試合には必ず出てやる。それまではもう誰一人殺すんじゃねえぞ。いいな、
いい知恵になりそうだな。あそこまで強くなっていっとかな。どうでしたか、悟空さん。正直、あそこまですごくなっていっとは思わなかった。やってみなきゃわかんねえが、まあこのまんまじゃ、俺は多分勝てねえだろうな。そんな。もう一度精神と時の部屋を使うがいい。時間はあるんだ。いや、オラとご飯はもういい。下界で修行する。9日間もありゃなんとかなるさ。なぜだ。あの部屋は生涯で2日間しか入っていられないが、お前たちならまだ丸1日は十分に入っていられるのに。あそこの中何もしなくても相当体にきつい。十分に休めてやった方がいい。やれやれ、さすがのカカロットさんも部屋の過酷さにとうとう根を上げたか。かもな。だがこれ以上無理に来ていても、つれえだけで修行じゃねえ。でもおめえたちがまたあの部屋に入るのに文句を言ってるわけじゃねえ。まだ鍛える余地は残ってるみてえだし。なんだと？気に入らんな。今の言い方だと貴様の方が俺より実力が上だと言っているように聞こえる。あ、ずいぶん上だと思う。何？じゃあみんな、おたげ頑張ろうな。武道大会でまた会おう。行こう、ごはん。あ、はい。武道大会セルゲームまであと9日。精神と時の部屋での修行を終えた悟空とご飯は、疲労した体を休めるため自宅に戻った。3日休んで3日特訓、そんでもってまた3日休む。そして武道大会だ。ねえお父さん、本当にそれでいいの？セルに勝てるの？ま、いいからいいから。悟空さん、ちょっとうちさ戻ってきてけれ。ん？父。
やっぱ自分家が一番だな。悟空さん、修行さん終わったんだろ。だったらたまにはどっかにお出かけするべ。終わったわけじゃねえけど、まあいっか。なら決まりだな。せっかく悟空さんが免許も取っただし、夫に大きな車でも借りて家族3人で湖畔にでもドライブに行くだよ。そうすっか。なんか準備はいるか。持ってくお弁当作りてえから、肉と魚をいっぺい取ってきてほしいだ。肉と魚だな。任しとけ。どんくらい必要なんだ。そうだな、欲しいのは欲しいのはこれで全部だ。よろしく頼むだよ。早く集めてこねえとな。よし、これで全部だな。父んとこへ戻るか。材料集め頼むだぞ。父、弁当の材料こんなとこでいいか。もう持ってきてくれただか。さすが悟空さだ。ヒヒヒヒ、父の弁当楽しみだな。腕によりをかけて料理するから、ちょっと待っててけろ。よし、お弁当も詰め終わっただ。うひゃー、いい匂いがすっぞ。せっかくだし、新しい料理に挑戦してみたべ。料理の幅も広がったから期待していいだ。おお、そりゃ早く食ってみてえな。お弁当は目的地に着くまでお預けだべ。そんなら早く出発してだな。みんなで出かけるのは久しぶりだから楽しみだな。父の弁当は楽しみだけど、この運転中の苦手なんだよな。みんなで均等に乗っていったら楽なのによ。均等運で行ったらドライブになんねべ。それに車の方がムードがあっていいべさ。そんなもんか。そういうもんだ。悟空さ、初めて会った日に二人で均等運に乗ったことを覚えてるだか。もちろんだ。芭蕉船を借りに亀仙人のじいちゃんに会いに行った時のことだろ。なんだ、あの時オラ悟空さんの後ろでこの人のお嫁さんになるしかないって思っただ。え、そうだったんか。んだ、今になってみるといい思い出だべ。結婚を約束した日から天下一武道会で再会するまで、オラは悟空さんに会えるのをずっと楽しみにしてただ。お母さん、お父さんと一緒にいられて嬉しそうだな。父さんが心臓病で倒れている間、本当に心配そうだったもんな。そうだ、せっかくだからしばらく二人きりにしてあげよっと。僕ちょっと用事を思い出したから二
二人は先に行ってて。僕もすぐ追いつくから。え、ちょっとご飯ちゃん。大丈夫だよ、目的地は分かってるし、車より武空術の方が早いから。しばらく二人でドライブしててよ。そうけ。それじゃあ悟空さん、二人でドライブに出発するだ。わかった。それじゃご飯、後でな。さて、これからどうしようかな。ん？電話だ。誰からだろう。はい、もしもし、ご飯ですけど。あ、ご飯くん、私よ、ブルマ。あのさ、孫くんいる？え？お父さんですか？お父さんはたった今、お母さんと出かけちゃいましたけど。もうタイミング悪いわね。あの、どうかしたんですか？あのね、今うちでクリリン君が連れてきた人造人間を修理してんだけどさ、頭に埋め込むチップに使う素材が足りないわけで、調べてみたらご飯くんの家の近くでしか取れない鉱石を使ってるらしくてさ、孫くんに取ってきてもらおうと思ってたんだけど。なんだ、そんなことですか。だったら僕が届けますよ、今時間もあるし。本当？ラッキー、助かる。それじゃあさ、悪いけど今から言うやつを持ってきてくれる？はい、わかりました。それを持っていけばいいんですね。それじゃあよろしくね。暇だったしちょうどいいや。よし。Hey!
What?
が見えるな。なんか力が出ないな。僕でもなんとか勝てそうだな。なんとか勝てそうだな。お父さんの分も僕がやるんだ。Yeah!
なんとか勝てそうだ。お父さんの分も僕がやるんだ。しなきゃな。出たものってこれのことだよね。これをカプセルコーポレーションまで届けないと。僕でもなんとか勝てそうだな。しなきゃな。
しました。これでいいんですよね。うん、それそれ。上出来よ。ありがとう。あとはこれを使ってチップを作れば。って、ちょっと、その姿は何よ。本当にご飯くんなの？は、はい。この姿には事情があって。事情って何があったらそんな。はあ、冷静に考えたらあんたたちサイヤ人は元から無茶苦茶だし、そんなこともあるわよね。いちいち突っ込んでたらこっちの身が持たないわ。さすがベジータさんと一緒に住んでるだけあって、こういうことに冷静だな、ブルマさん。とにかく素材を持ってきてくれてありがとう。はい。逆に驚かせちゃってごめんなさい。でさあ、ごはんくん、どうせなら人造人間が治るとこを見ていかない？大丈夫だとは思うんだけど、やっぱり何が起こるかわからないしさ、いてくれるとすっごく助かるんだけど。あ、そうですね、わかりました。これが人造人間。父さんを殺すために作られた存在か。いやー、できたできた。うまくいったんですね。うん、ここまではね。ごはんくんが持ってきた鉱石がうまく適応したわ。小さいけど、このチップこそが人造人間にとっての命ってところね。さーて、あとはこれを頭に入れればバッチリなはず。どうかしら。うん、俺はよし、動けたわね。あんた名前は言える？名は16号、人造人間16号だ。そうか、俺はクリリンに連れてきてもらった。修理してもらうために。オッケー、記憶回路も順調に動作してるみたいね。成功じゃな。やったやりましたね。お前たちが俺を直してくれたのか。ありがとう、礼を言う。なーに、別に構わんよ。それにそこのご飯くんも手伝ってくれれば修理は完了せんかった。ご飯。こんにちは。孫ご飯、俺の記憶データにある存在だ。孫悟空の息子だな。ちょっと、孫君の息子だからって暴れないでよ。そんなことはしない。俺の目的は孫悟空だけだ。息子は関係ない。あ、そう。そういうのはあっさりしてんのね。うん。じっと見つめて、なんだ博士。なんだね。この体、どこまで治っているか動いて確かめたい。近くの森に行ってもいいか。うん、まあ構わんが。孫悟飯、
お前も来てくれるか。もしもの時に備えてな。悪いけど言ってくれる？まだ動き出したばっかりだし、一応暴走するようなことはないと思うんだけど。わかりました。俺は先に行く。森で会おう。ご飯くん、よろしく頼むわね。はい。ドクターゲロは本物の天才だな。人造人間の構造を調べさせてもらったが、とんでもなく複雑だったよ。あの天才ぶりをもっといい方に使っていたらもったいないわい。人造人間ってもっとむちゃくちゃなやつだと思ってたけど、案外まともね。ちょっと拍子抜けしちゃったわ。さあトレーニングを始めましょうか。Yeah!
どうですか、体の調子は。悪くない。完全に治ったと見ていいだろう。それは良かったですね。あなたは動物が好きなんですか。ああ、彼らは俺に安らぎを与えてくれる。僕も動物は好きです。将来は学者になりたいと思ってるくらいですから。それはいい夢だ。お前ならいい学者になれるだろう。あなたは本当に僕のお父さんを殺すつもりなんですか。そうだ。それが俺に与えられた唯一の命令だ。それ以外には何もない。だから俺は欠陥品として封印されていたのだ。え、俺は争いが好きではない。兵器としては欠陥品だろう。だからって封印するなんて。かつてドクターゲロが言っていた。俺の姿はドクターゲロの亡くなった息子の姿を模しているとな。だが勇猛だったという彼とは似ても似つかん。戦いを好まない俺はそういう意味でも欠陥品だ。そんな。俺は。こんなとこに集まってやがったか。なんだお前たち。そいつらをこっちに渡しな。毛皮にして高く売るんだからよ。なんだと。しかし運がいいぜ。動物どもが一箇所に集まってるなんてな。こいつら密猟団か。孫悟飯。はい、あんな奴らやっつけてやる。これは美味しそうだな。Yeah!
なんてやつらだ。やったな。はい。孫悟飯、動物たちを守ってくれてありがとう。それに俺の修理も手伝ってくれたそうだな。礼を言い忘れていてすまなかった。ありがとう。いえ、そんな。実を言うと、俺がお前をここに誘ったのは、お前の様子が俺の持つデータとは違っていたからだ。本当ならお前と手合わせして確かめようと思ったが、邪魔が入ったおかげでそれをしなくて済んだ。どうやら昔のお前とは次元そのものが違うようだな。驚くべき強さを手に入れたようだ。おそらくはお前がセルゲームの鍵となるに違いない。僕がですか？でも僕よりお父さんの方がお前も俺と似たものを感じる。え、さあそろそろ戻ろう。あまり時間をかけると博士たちを心配させてしまう。はい、そうですね。僕と16号さんが似てる？どうだったね。完全に元通りになっていた。ありがとう博士たち。聞いたわよ、密漁者を捕まえたんだって。やるじゃないあんたたち。ドカーンって吹っ飛ばしてくれたんでしょ。さすが孫君の子供と人造人間ね。いえ、そんなことを。そうだわ、今日はうちで晩ご飯食べていきなさいよ。用事を頼んだお礼も兼ねてね。そんな、僕大したことはしてませんけど。遠慮することないわよ、せっかくだし泊まっていきなさいよ。父さんには私から連絡しとくからさ。ははあ。ご飯のやつなかなか来ないと思ったらブルマン家に行ってたんか。んだ、今泊まってくるって連絡あっただよ。ブルマさん家はお金持ちだからな、きっとすごくおいしいもん食べさせてもらってるだよ。悟空さん、うらやましいんでねえべか。うらやましいっちゃうらやましいけど、オラには父の飯があっからな。やっぱオラ父の飯が一番うめえと思うぞ。そうだか。お世辞でもそうまっすぐ言われるとて照れてしまうだよ。ご飯が家に帰り、しばらく経った頃。臨時ニュースをお伝えします。セルと名乗る怪物を倒すべく出動した王立防衛軍は、セルの反撃を受け、壊滅いたしました。繰り返し。そんな。なんで無駄に命を。ちくしょーく。父、オラピッコロに用事ができた。ちょっと行ってくる。悟空さん、行っちまっただ。
ピッコロに用事ってなんだべ。さあ